ワイルドなところになるところだった。グリップ力なかなかありそうな感じするけどね。これはグリップ力あります。握るときになんかすごい違和感がない。この値段でこのクオリティなら本当にこれいいと思うけどな。皆さんこんにちは、ハングリーガイです。今日はこちらのトレーニンググローブのレビューを行っていきたいと思います。このグローブ GW スポーツっていうあんまり名前聞いたことないメーカーの商品なんだけど、なんとこの商品 Amazon のトレーニング用グローブのカテゴリーでベストセラー1位になってるんだ。またまたあなた安いからみんなに買ってもらえてるだけじゃないの。本当にあなたで私を満足させることができるのかしら。とまあ気になるポイントはいろいろありますが、本当にこのグローブみんなにおすすめできるものなのかしっかり調査していきたいと思います。じゃあもう早速だけど開けていこっか。切り取り線あるよね。切り取り線ハサミか。危うくハサミ使わず無理やり破こうとするワイルドのところになるところだった。よいしょ。じゃあ中身見ていきますよ。うん、トレーニングローブだね。トレーニングローブだね。語彙力な。見てる感じだとなんか思ったより安っぽい感じはしないね。手首巻くところの長さまあ普通くらい。しっかり固定したいならもうちょい長くてもいい気がするな。グローブの表面結構滑りにくい加工されてるね。なんか六角形の滑り止めがすごいいっぱいついてる感じ。全然今触ってる感じはグリップ力なかなかありそうな感じするけどね。とりあえず一遍装着してみますか。あ、まあまあしっかりフィット感あるね。ちょっと手首のところがなんかフィット感ない、ちょっと緩い感じするけど、あ、でも実際に止めてみたら、あ、全然問題ないね。あ、思ったより柔らかいね。いいね。ちなみにこのトレーニングローブサイズ一応4種類くらいあって、この手のひらのこの周りの長さでサイズ選んでねっていう風になってます。自分この手のひらの周り測ったら 22.5cm のクソデカサイズではあるんだけど、 XL サイズの上限みたいなところの数値だったんだよね。でもそれでもサイズ的にはまあぼちぼち余裕あるから、サイズの1個下くらい選ぶといいよみたいな風に公式では書いてあったけど、まあ、実際その通りかもしれんね。まあ、さすがに上限ギリギリだったらそのサイズでいいと思う。ちなみにグローブを取り外すときはこの指の内側にちょっとついてるこのピロピロ部分に引っ張れば結構簡単に取れるね。いやでもここまで見る限り値段の割にはまあいいんじゃないって思える感想だけどね。でも実際に一番大事なのはトレーニングしてる時の感覚だから、これはちょっと実際に使ってみて本当に問題ないかレビューしていくよ。はい、じゃあ両手にトレーニンググローブつけたので実際の使い心地を確かめていくよ。あ、全然痛くないな。まあそりゃグローブしてるから当たり前か。いやでも実際これ今持ってて、あ、グリップ力あるね。確かにグリップ力売りにしてたけど、これはグリップ力あります。あ、しかもこれグローブ自体が思ったより柔らかいから握るときになんかすごい違和感がない。だからトレーニングするに全然そのグローブがなんか少し緩くて握りにくいやとかそういうのが全然感じられないね。あ、これいいかも。ああ、うーん、おお、クールダウン系の種目を試してみようか。いや、よくね、このグローブ。え、この値段でこのクオリティなら本当にこれいいと思うけどな。あ、絶対今まで前使ったボロボロのグローブよりもね、滑らないしね、握りやすい。これいい買い物ですわ。まあ、褒めてばっかりなのはあれだから、唯一自分が触ってて気に入らないなっていう点を挙げるとすると、やっぱりちょっとねここの手首の部分の布がね、ここがちょっと余ってるせいか、やっぱ巻くときにここがねペシャってひしゃげるんだよね。ここが分かるかな、分かりにくいよね。なんかこの辺の、ね、布がねちょっと緩い感じがするのがちょっと個人的には気に入らないけど、今トレーニングしてる感じでここの布のせいでできねえみたいなことはないから、いやいいですよこれ。今後はこのグローブを愛用してトレーニングやっていきたいと思います。はい、ここまでのレビュー簡単にまとめると、思ってたよりいい、ベストセラーなだけある、迷ったらこれを買っときゃいいってな感じで、個人的にはかなり満足いくグローブでした。この GW スポーツのトレーニンググローブの商品の詳細やリンクについては概要欄に貼っておきますので、これからトレーニンググローブ買おうかなと考えている方はぜひ一度チェックしてみてくださいね。そんなわけで今回の動画は以上となります。今回の動画が参考になったよって方はチャンネル登録や高評価をお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
登録してくれ。